自分らしく素敵な毎日を送るためあなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら、生理にまつわるさまざまな症状。今回も福田病院産婦人科医林京子先生です。生理にまつわる症状について教えてください。生理痛というのは個人差ありますけど、多少なりとも皆さんあることです。でやはり子宮の収縮によって骨盤周囲のですね、痛みだったり腰だったり、あるいは下痢が起こられる方もいらっしゃいます。でまた女性はですね、基本的に月に1回生理という形で出血があるので、知らないうちに貧血が進行していることがあります。貧血って体が結構慣れてくるんですよね。で意外に貧血が強くても普通に活動されて実際に検査するとかなりひどくて、本当に大丈夫ですかっていうぐらいの方も中にはいらっしゃいます。それだけ貧血って自分で気づかないうちに進行することが多いです。意識的にですね、鉄分を摂取するとか、あと過度なダイエットをしたりとか偏食をすると、どうしても貧血は進みやすくなるので、意識しながら食事コントロールをされていかれるといいかなと思います。生理にまつわる不調は他にもある？生理ってが始まるということは女性ホルモンが出てくる、分泌されてくる時期でもあるので、やっぱりなかなかこうホルモンのバランスが悪くてですね、生理前に体調不良だったりとかあることがあります。そういうものを一般的に PMS、月経前症候群というんですけども、その症候群は個人差が非常に大きくて、頭が痛かったりとかイライラしたりとか怒りっぽくなったりとか、ちょっと眠くなったりとか胸が痛くなったりとか、お腹が痛くなったりとか、あと下痢しやすくなったりとか、そういうのは基本的に女性ホルモンのバランスが悪いせいなんですよね。でずっと女性としては付き合っていかなきゃいけないものであるんですよね。何かこう不調とか生活に支障がある方は遠慮なく相談に来られたらいいかなと思います。生理痛をコントロールしたりもできますし、受験の時に生理が重なって体調が不良になったりとか、あと大きな試合があって生理が重なるときついっていう方が相談に来られたりすると、やはり生理とかはお薬でずらすこともできるので、そういう相談にも遠慮なく来られてください。女性は初経から閉経まで長い年月を生理と付き合っていかなければなりません。なので何かしら不安な症状とかがあれば、気軽に産婦人科に相談に来られてください。今までの放送は番組ホームページで配信中です。自分の体を知って素敵な女子ライフを。